すぐに実験がスタートってわけじゃないの？3年後にその樹脂が室温に戻って平らになったらスタートね。実験が始まるまでに3年もかかるの？この時点で大変な実験ってわかるでしょ？こんばん、世紀の大発見だ。ミステリー案内人です。まだ案内人さん、今日は実験をしているの？はい、闇の世界のためにも気になることは実験と研究の繰り返しです。案内人さんは偉いわね。根気強いっていうか、粘り強いっていうか。いえいえ、これくらいは簡単な実験です。世の中には人生をかけても終わらない超長期的な実験もあるんですから。人生をかけてって一体どんだけ壮大な実験なの？それでは今日のお話をどうぞ。ああ、もうまた失敗。実験なんてめんどくさい。彼女は殺し屋のガーナールカラム。獲物は爆弾で、今までに様々な爆弾を自作してきた爆弾のスペシャリスト。今日は母であるシュガーに頼まれて新作爆弾を作っているようですが、なかなかうまくいっていないようです。お母さんの指定爆弾、どれもこれも難しすぎるんだよ。また一からやり直しだ。気がめいるよ。そんなに嘆いてどうしたのよ。あ、イメリア。ランチに誘ったのに研究所で缶詰だなんて連絡が来たから、息抜きにでもなればと思ってスイーツ持ってきたわよ。そんな時、ガーナを心配した復讐屋のイベリアがやってきました。それで一体今回は何の研究をしてるの？お母さんに新作爆弾を作ってって言われたんだけどね、一番適した材料の比率がわからないの。しかもこれ 0.01mg でも狂うと威力がおかしくなっちゃうし。なるほど、少しずつ量を変えて実験していくしかないのね。そうなの、もうめんどくさいよ。でも数日、長くても数週間あれば終わる実験なのよね。まあ比率さえ割り出せちゃえばね。使う爆薬も3種類だし。それならまだ全然マシよ。この世には人生をかけても終わらない実験だってあるんだから。そうなの？息抜きにちょっと出かけましょうか。こうしてガーナはイメリアの提案で実験を一時中断することに。この図書館は何回か一緒に来たでしょ。本の中の世界に入れる図書館よ。むしろガーナが本の中に連れて行ってくれたんじゃない？へえ、そんなこともあったね。懐かしいなあ。それでどんな本を探しているの？あった、これ。人生が終わる超長期実験5000。あ、本が光り出した。いやー、こうして二人は人生が終わる超長期実験5000という本の中の世界に入ったのでした。オックスフォード伝令の実験。ここはどこかの実験室みたいだにゃ。あ、あれを見て。お兄ちゃん？本の中の世界は私たちの想像力も反映されるからね。師匠が実験を再現してくれるんだわ。さて、実験を開始しよう。オックスフォード伝令は1840年に製作されたものと言われています。質電池による電気作用が物質的な作用によるものなのか、それとも化学的作用によるものなのかを区別するために行われました。つまりどういうこと？こんな風に液体による電池じゃ物理的作用での発電か化学的作用での発電かわからないでしょ。確かに。だから乾いた電池を使ってみて動きを観察しようっていうのがこの実験の始まりよ。あ、お兄ちゃんが何か作ったよ。あれがオックスフォード伝令ね。さあ、この装置はいつまで鳴り続けるかな。楽しみだ。実験はシンプルです。乾電池の役目を果たす2本の乾電体の間に直径4ミリの金属球が吊り下げられます。そしてこの金属球は電池が生み出す静電力によって交互に鈴にぶつかって音を鳴らすのです。金属球が片方の鈴に触れた瞬間、金属球は電気を帯びて静電的に反発して
もう片方の鈴に引き寄せられる。そして同じことが繰り返される。すごい。確かにずっと鈴は動いてるね。ええ、これが繰り返されるのがオックスフォード伝令の実験よ。でも別にこれで終わりでしょ。全然長い実験じゃないじゃん。甘いわね、ガーナ。この鈴は作られてから今までの182年間ずっと作動し続けているのよ。182年。この金属球は2つの鈴の間を 2Hz、 つまり1秒に2回程度の周期で触れているわ。ってことは、実験開始からこの鈴は100億回以上も鳴っていることになるわね。世界で最も長く鳴り続けている電池式の鈴としてギネス世界記録にも認定されているわ。すごい。しかもこのギネス記録を中断なんて誰もできないから、このオックスフォード伝令の内部構造を知っている人は誰一人としていないの。気になるにゃ。実験が開始されてから研究者が亡くなって、それでも今もなお続いている超長い実験ね。今はオックスフォード大学に置かれているわ。ヒーラ細胞実験。ああ、人の細胞を培養したい。リアルなお兄ちゃんだったら絶対言わないやつ。今回はどんな人物の実験なの？時は1951年。生物学者のジョージ・オット・ゲイは人由来の細胞を安定的に培養し続けられなくて悩んでいたの。当時の医学、生物科学だとカエルやニワトリ、マウスなどの培養はうまくいっていても、人の細胞を培養する技術はなかったもんね。ええ、そうよ。だからジョージは人由来の細胞の安定的な培養に心が燃えていたってわけ。さあ、癌細胞ならどうなる。あれは何をしているの？人の細胞を培養させたいジョージは、普通の細胞よりも異常な速さで増殖を繰り返す人の癌細胞に目をつけたの。確かに癌細胞って増殖したり転移したりするっていうもんね。ええ、だから彼は自分が勤務する病院にいる癌患者ヘンリエッタ・ラックスの癌細胞を取り出して培養したの。うおー、これは素晴らしい。うまくいってるっぽいよ。ヘンリエッタから抽出された癌細胞はすごいスピードで増殖して、これまで人細胞でできなかった安定性も簡単に確立したのよ。やった、これは人類の進歩だ。ヘンリエッタ・ラックスの名前から細胞はヒーラ細胞と名付けよう。こうして彼は世界初となる人細胞の培養に成功したわ。実験もう終わったじゃん。全然長くないじゃん。いいえ、ここからが本番よ。なぜなら今現在でも当時取り出されたヒーラ細胞の培養されたものが世界中の研究室で使われているんだから。え、それって70年以上も前のヘンリエッタの細胞が今も生き続けてるってこと？そうよ。彼女の細胞は今もなお医学界や生物学界に多大な貢献をしているの。ヒーラ細胞を用いて報告された論文は6万以上にも及ぶと言われているわ。すごい。あ、じゃあ死んだヘンリエッタも嬉しいだろうね。それはわからないわ。実はこの細胞はヘンリエッタの許可なしに勝手に取られて培養されたものなの。え、それってダメでしょ。でもその事実が分かったのはヘンリエッタの死後20年以上経ってから。それまでもヒーラ細胞は様々な実験や商業目的にも使われていたけど、その利益の一部を彼女の家族が受け取ることはなかったわ。その後どうなったの？彼女の子供たちが事実に気づいて裁判を起こしたけど、結論は問題なしとなったわね。家族としては複雑だったろうけど、医学界にすごい影響をもたらした実験だったんだね。長期的進化論実験。ポケモンみたいに進化する瞬間が見たい。またお兄ちゃんが意味不明なことを言ってるにゃ。彼は生物学者のリチャード・レンスキー。彼は進化の瞬間を見たいと思ったのよ。進化の瞬間ってどういうこと？この地球上の生物は進化をしてきたでしょ？虫や魚、鳥や人間すべて。確かに、人間も昔は猿だったっていうもんね。だけどその進化は私たちが想像すらできない時間をかけてできたもの。
だから進化をする瞬間を見ることは誰もできない。それでこのリチャードは生物が進化する瞬間が見られる実験を始めたってことだね。そういうこと。よし、大腸菌をたっぷりと使おう。時は1988年、リチャード・レンスキーは長期的進化論実験を大腸菌を用いて開始したわ。なんで大腸菌？増殖しやすいからよ。彼は増殖した大腸菌の 1% を新たなフラスコに移して培養。また培養したら同じことを繰り返した。12種類の大腸菌が65,000世代にまで継続的に培養したよ。そして彼は増え続ける大腸菌12種類それぞれの進化と突然変異を追跡した。すごい増えたね。あ、でも増えただけで進化はしてないんじゃない？その通りよ。実際にリチャードはなかなかに大きな進化の瞬間が見られなくて、実験を中断しようかと悩んでいた。くそ、他にも魅力的な実験はあるし中断すべきか。って、これは何か変化があったみたい。ええ、実験開始から15年後の2003年、大腸菌のある株がエネルギー源としてクエン酸塩を利用する進化が発生したの。15年も頑張った結果だね。これは超突然変異状態か。その他にも6万世代以上経過した後、12個体群のうち6つは超突然変異状態に進化したわ。これらは普通よりも100倍のペースで突然変異を発生させる進化だったの。生物は時間をかければ自然と進化するってことが証明されたんだね。ええ、大腸菌といえどちゃんと見える形で進化を証明した素晴らしい実験よ。今現在も継続中と言われているわ。世紀の大実験っていうのは何世紀にもわたって続けられるってことなんだにゃー。ピッチドロップ実験。この固体は液体なんだ。固体で液体？ちょっと何言ってるかわかんないんだけど。これはピッチドロップ実験。ピッチをドロップさせる実験よ。イメディアまで意味不明なことを言い出したにゃー。時は1927年、オーストラリアブリスベンのクイーンズランド大学でのこと。物理学者のトーマス・パーネル教授は固体のように見える物質も実は非常に粘性が高い液体だということを証明しようとしたのよ。その固体のように見える物質がピッチってこと？ええ、そうよ。ピッチは黒色で粘弾性のある樹脂、アスファルトとかもそうね。なるほど。でもそれが実は液体だってどうやって証明するの？よっこらせっと。あれ、何か流し込んでる。トーマスは熱して液体状にした樹脂をロートに流し入れているのよ。この樹脂が下にあるビーカーにどれくらいの時間で落ちていくかを測るためにね。そっか、時間がかかっても下に漏れて落ちていったらそれは液体だもんね。そういうこと。水だとドバドバと下に流れるけど、樹脂はどれくらいの時間がかかるかっていう実験ね。これは時間がかかりそうだ。1927年にまずは実験の準備としてロートに樹脂を注入したわ。すぐに実験がスタートってわけじゃないの？3年後にその樹脂が室温に戻って平らになったらスタートね。実験が始まるまでに3年もかかるの？この時点で大変な実験ってわかるでしょ。さあ、切断するぞ。あ、ルートの先っちょ切ろうとしてる。ええ、3年後の1930年にとうとうロートの先が切られたの。さすがに漏れてこないか。全然様子は変わらないね。ええ、ここから長い長い戦いが始まるのよ。一滴落ちている。すごいにゃ、やっと一滴ビーカーに落ちたよ。実験開始から8年後の1938年にね。一滴落ちるだけで8年もかかるのか。その後はどうなったの？それぞれ落ちた年数は以下の通りよ。一滴落ちるのに時間がかかりすぎだにゃ。8滴落ちるだけで70年かかってるからね。ちなみに9滴目は下に置いてあるビーカーを交換する際の振動で雫がちぎれちゃったの。なるほど。
計算すると、わかったぞ。そしてこれらのデータから最初のトーマスの目的であった樹脂の粘性が計算されたわ。どれくらいだったの？水の2300億倍よ。それもう固体と一緒じゃん。まあそこを固体と一緒で済まさないから科学者は面白いってことよね。ちなみにこの実験は管理者が引き継がれることで今もなお続いているわ。すごい執念だにゃー。ハーバード成人発達研究。最後は私が直接紹介するわ。これはハーバード大学が行った成人発達研究と呼ばれるもので、今現在80年以上にも及ぶ史上最も長期にわたって成人を追跡した研究でもあるわ。いやー、これまた長い研究だにゃー。どんな内容なの？2つのグループに分けられた724人の体の健康と心の健康を追いかけ続けたの。研究の目的は幸福と健康の維持に本当に必要なものは何かを明らかにすることよ。どんな人たちがいる2つのグループだったの？一つはボストンで経済的に恵まれない環境で育った人たち456人、もう一つはハーバード大学を卒業した268人のエリートたちのグループよ。対照的なグループだね。1938年からこの計724人に対して血液サンプルの分析、脳スキャン、アンケートや家庭訪問などの調査を何十年と続けたのよ。彼らの仕事や家庭生活、健康状態を知るためにね。徹底的だにゃ。調査対象となった被験者たちには様々な社会階層の人たちがいて、途中で経済的な困窮から抜け出した人もいれば、病気になったりと逆の道をたどった人もいたわ。それで結果はどうなったの？調査は今も継続中だけど、ひとまず結果は出たわ。幸福と健康の維持に本当に必要なものは、富でも名声でも学歴でも家の環境でもない、より良い人間関係ってことよ。人間関係？そうよ。どんな状況でも家族や友達、社会とより良いコミュニティにつながっている人ほど身体的な健康度は高くて長生き、そして幸福度も高いことが分かったの。724人の中で幸福な人の共通点がそれだったんだね。そしてさらに大切なのは、友人の数や交際相手がいるかではなく、温かくて親密な関係性の人が身近にいるかどうかということも分かったわ。なるほど。大事なのは身近な人との人間関係の質ってことね。そうよ。お金や学歴、名声なんて関係ない。信頼や安心ができて互いに頼り合える人が身近にいれば、人は幸福になれるってこと。80年にもわたる研究の結果だし、素直に受け止めるにゃ。私たちはずっと仲良しでいましょうね。今回の人生が終わる超長期実験5選はどうだった？何年何十年と時間をかけて頑張ったからこそ素晴らしい研究結果が得られたんだなって思ったよ。私の研究なんて長くて数週間、それに比べたら楽勝って感じでしょ。さ、息抜きにもなっただろうし、また爆弾の実験を再開しましょう。私も手伝うからさ。やったー、イメリアン、ありがとう。まさか世の中にあんな長く続けられている実験があるとはね。私たちの生活が日々便利になったりしているのは、研究者たちが何年も何十年もかけて実験をしてくれているおかげでもあります。感謝しないとですね。ほんとね。ピッチドロップ実験なんて一滴落ちるまで待つのに気が遠くなりそうだもの。でも闇の世界では1000年もあっという間だし、意外と科学者には嬉しい世界かも。そうですね。黒猫ファミリーのみんなはどの実験が気になったかコメントで教えてね。それじゃあバイバイチー。よーし、これで100回目のチャレンジだにゃ。大丈夫、今度こそきっとうまくいくわ。これにこの材料を入れてと、ういっ、いやー、ちょっと何なのよこれ。また失敗だにゃ。物体が変化してバラになっちゃったよ。
これはこの前別の依頼人にお願いされて作ったやつだったにゃ。あなたそんなこともできるの？この子いつも失敗ばかりしているように見えて実はとんでもない才能を持ってるんじゃ。いや、80年の実験に比べれば楽勝楽勝、次こそ成功させるぞ。そうね、私もどんな爆弾が完成するか見届けるわ。